皆さんこんにちはデック専任講師の岩田ですそれでは今日は FP 初級向けガイダンス人生百年時代人生戦略は FP 資格からというタイトルでお話をさせていただきますよろしくお願い致しますで、えー、まず、えー、まあ FP と言いますと二、えー、つ意味合いがあります、えー、ファイナンシャルプランニングそしてファイナンシャルプランナー ファイナンシャルというのは財政上のですとか金融上のそういった意味合いになりますのでファイナンシャルプランニングと言いますと財政上の計画を立てるファイナンシャルプランナーと言いますとその計画を立てる人こういった意味合いになります。このファイナナンンシャルプランナー、FP、という資格ですけれども最近人気がますます高まっているそういう資格なんです。 ですからこれをご覧になっている皆さんも今 FP という資格に興味を持たれてでこの興味を持ったという時に是非すぐ FP の学習を始めて資格を取得していいいたただきたいと思いますでどうしてこの FP 資格が今とても人気があるかということですけれども。 FP というのは、まあ将来にわたって、まあ経済的に苦労しないように人生計画を立てていく、経済的な計画を立てていくそのための知識を勉強するそのような資格です。で、私たちを取り巻くまあ経済社会というのは今非常に不安定で厳しくなっている。で、昨今はコロナ禍とありまして ということもありまして非常に厳しい生活を強いられているという方もいらっしゃいますしまた逆にコロナ禍で少し時間の余裕があるその時にさらにスキルアップで何か勉強しようという方もいらっしゃるんですいずれにしてもこの経済的に不安定な状況の中で自分のぜ将来の人生の経済的なことこれは自分で考えないといけない えとえー、こういうような自己責任の時代などと言われますけれども、えー、そのような状況になっているということが FP の資格を勉強しようという方が増えているということだと思うんです。えー、お手元のののレジュメをご覧ください、えー、私たちの暮らしへの影響と,不安とありますけれども、えー、経済的に不安定な状態である。 そして、えーまあ、あの日本もこれから人,、えー、人口の減少に転じるですとか、えー、その中で、えー、例えば税金が増税される、えー、それから公的年金将来どうなるんだろうかという不安を持たれている方も多いと思います、えー。その中で貯蓄から投資へなんていう掛け声もありますけれども NISA、えー、ーーですとか iDeCo ここのよううな制度をを上手に使ってて資産形成しいまたさまざまな金融商品があるそして投資をするということはリスクを取って投資をするわけですから自分の経済的なことを考えるというのはそれにまつわる社会の仕組みですとかさまざまな金融商品そして保険商品この仕組みを知らないと 自分たちの将来を自分で考えることはできないそのようなことを勉強するそれが FP 資格なんですねそれではレジュメの2ページをご覧ください2ページの下の方ライフプラント FP」とありますけれどもまず FP という仕事そして FP という資格どのようなことをするのかということをお話をしていきたいと思います。 えーまあ、FP というのは、えー、ライフプラン、えー、これライフプランというのは、えーまあ、日本語で訳す時は障害生活設計と、えー、と訳すすことが多いです、えー、その方その方によって異なる、えー、将来の生活ですね。 それの設計をしていく、これがライフプランを立てるということです。で、まあ人は何があれば、まあ少なくとも幸せかと言いますと、生きがいですとか、それから健康、そしてお金。まあ生きがいはその方によって異なります。例えば、まああの親しい方がいるですとか、ライフワークがあるですとか。 自分は趣味に没頭したいですとか仕事が生きがいという方もいらっしゃると思います健康が望まましいといととうことは変わりありあせんそして現代世界ではやはりお金経済的なものがしっかりしていないと幸せな生活ということは言えないと思いますところがお金と言いますとじゃあどのくらいお金があれば幸せかこれはその方によっても異なります。つまり価値観が違うんですね その価値観それをライイフデザインと言いますで一方、えー、まあごく一般的には人は誕生から成長そして自立成熟そして老後とこの人生を歩んでいくその節目節目で例えば教育費ですとか社会に出て自分でお給料を稼ぐそして結婚して子どもができる。 えー、そうしたら、えーまあ、子どもの教育費ですとか、えー、マイホームを購入したいということであればその取得資金、えー、節目節目で、えー、お金がかかるこれをライフイベントと言いますけれども、えー、そういったことがある、えー、この価値観を生かしながらライフ,ライ,フイベントを実現していく、えー、それを将来の設計に落とし込んでいく、まあ、ライフプランを立てるですね、えー。その中で 経済こ経済的な側面に対してファイナンシャルプランニングをしていくこれが FP という仕事ですでまあその方に対して経済的な状況をまあお聞きしてですねでいろいろ分析をしていくんですキャッシュフロー分析ですとかバランスシート分析 えこういった分析を行って経済状況をえまあ診断してで将来のえまあ夢や希望それを実現するためにどのようにすればいいかえそういった計画を立てていくえこれが FP ですえですからえ私も FP の仕事をしておりましてえまあ非常に感謝されることが多いです。これを知っててよかった これを教えてもらったから自分の将来きちんと計画を立てることができるようになった FP というのはこのように、まあ、あのその方に対してさまざまなアドバイスをしていくで非常に感謝されることも多いやりがいのある資格であり仕事であると思っていますでレジュメの2ページの一番上「生活者のニーズの高まり」とありますけれども。 えー、このように自分のライフプラン、えーまあ、将来の生活を自分できちんと考えないといけない、えー、このように考える方が増えた、えー、つまり生活者のニーズが高まっている、えー、これも FP という資格が注目されている、えーまあ、一つの要因ですしで、えー、そういう方が、まあ、自分で FP の資格を勉強するということもありますし fp という仕事の社会的な認知度が非常に高まっているですからもう専門の fp に相談をしに行くという方も非常に増えていますですから資格を取ることによって様々な方に仕事としてアドバイスをするということもできますし相談をする方が増えているということはその相談を受ける方 えー、まあ FP 資格者ですね、えー。ビジネスチャンスとしてのニーズが非常に高まっているということも言えます。で、えー、まあ FP の、えー、仕事をしているっていろんな方がいますけれども、えー、例えば企業内で FP 資格を生かしている、えー、例えば、えー、まあ銀行ですとか信託銀行、こういった金融機関、えー、それから証券会社、生命保険会社、損害保険会社。 そして不動産関係、えー、まあいずれも FP 資格と非常に関わりが深い業種ですのでこのような企業に勤務しているという方または金融機関などにこれから就職転職を考えているという方は FP 資格はもう必須の資格と考えても差し支えありません。 でもちろん独立をして FP として仕事をしているもうバリバリ活躍しているそういう方もたくさんいらっしゃいますその,ような方でそのようなことでですね FP という資格は非常にニーズが高まって人気の資格の一つということになっております。はい、それではレジュメの3ページを開いていただけますでしょうか。 えー、FP 資格の、えー、種類と制度についてお話をしていきたいと思います。はい、えー、まあ FP 資格の種類ということで、えー、表がありますけれども、えー、FP の資格制度が、えー、今少し複雑な形になっております。で、えー、まあ民間資格としての FP、えー、そして国家資格としての FP。 この二本立てになっているんです。で、えー、この表の一番上の段の AFP 資格、それから CFP 資格、えー、この二つは、えー、民間資格としての FP 資格です。えー、NPO 法人日本 FP 協会が行っております。で、えー、AFP が FP AF の民間の FP 資格の普通資格ですね。 で AFP の受験要件とありますけれども、えー、認定研修を修了しなくてはいけない。えー、この認定研修、えー、これは、えー、まあレックの、えー、まあ日級、えー、まあ AFP 資格取得のための講座です、えー。この認定研修を修了することによって AFP になることができる、えー。この認定研修という言葉、えー、これ少し頭に留めおいてください。 で AFP を取得した方が、えー、CFP を受験することができます。で、えー、CFP は民間資格の最高峰の資格。えー、CFP って国際ライセンスなんですね。で、えー、まあアメリカですとかカナダを中心に、えー、最近ではあのまああの中国ですとかね、えー、それから韓国ですとか、えー、まああの東洋の方の、えー、国も非常に多いです。 アアジア系の国も多いです、えーまあえー、世界各国で提携をして、えー、CFP 資格を運営する、えー、そのような国際ライセンスになっています、えー、これが民間の FP 資格ですで、えー、一方国家資格の方ですけれども、えー、これは厚生労働省管轄の資格なんですね。で、えー、国家資格は、えー、まあ産経 FP 技能士 これが初級の資格です。で、そして二級 FP 技能士、そして一級 FP 技能士とこの一級、二級、三級まあ三つの級に分かれています。で、一級 FP 技能士が国家資格の最高峰の資格となっております。で、厚生労働省管轄ですけれども試験実施機関として NPO 法人日本 FP 協会そしてもう一つ金融財政事情研究会この2つが指定されておりますですから日本 FP 協会というのは民間の資格も行っていますしそれから国家資格も実施しているというような形になっているんです。で民間の資格と国家資格の関係はということですけれども。 えー、民間の資格では AFP、これが FP の普通資格です。えー、国家資格では、えー、それに相当するのは二級 FP 技能士、三、えー、級は初級ですので、二、えー、級 FP が、えー、普通資格、えー。ですから民間の AFP と、えー、国家資格の二級 FP 技能士、これどちらも FP の普通資格で、まあレベルが同じと言いますか。 実はあの試験が同じなんですねで試験は2級 FP 技能検定を受験しますで合格をすると2級 f p 技能士ということになるんですが2級 f p 合格してかつ認定研修を終了している方その方が AFP に登録をすることができます。 えー、つまり、えーまあ、AFP 資格審査試験という試験はないんですね、えー、2級 FP 技能検定を受験して合格をして、えー、認定研修を修了している、えー、この二つの要件で AFP に登録つまり、えー、日本 FP 協会に入会するというような形になります AFP を取得すると、えー、CFP を受,、えー、受験することができる で国家資格の方ですけれども3級 FP 技能士これは初級の資格ですので受験要件は特にありませんですから誰でも受験することができます二級 FP 技能士は受験要件ここに実務経験等と書いてありますけれども実は受験要件三つありますまず二年以上の FP に関する実務経験がある そして3級 FP を合格しているそして認定研修を終了しているこの3つの受験要件のいずれかで2級 FP 技能士を受験することがでできますですからもう金融機関にお勤めだとか保険会社にお勤めだという方は3級 FP 技能検定受験しなくても2級から受験することができます。 または3級受験して合格をして2級を受験することができるまたレックの講座ですね認定研修を受講して終了することで2級 FP 技能検定の受験要件にもなるこのように認定研修というのは AFP の登録の要件にもそして2級 FP の受験要件にもなるそのような研修なんです でまあ、2級 FP 技能士合格をして2級 FP になりますと1級 FP を受験できるこのような形になります。でもう一つ認定民間の資格と国家資格の違いはと言いますと国家資格の方は一度合格するともう一生ものの資格です更新は不要です。 それに対して民間の AFPCFP 資格は2年ごとの更新が必要になっておりますこれは AFP ですと2年間で15単位 CFP ですと2年間で30単位取得することによって資格の更新ができる。この単位というのは AFP に関する何らかの学習をするまたは AFP として活動をする。 だいたい1時間1単位目安です AFP ですと2年間で15時間程度 CFP ですと2年間で 30, 30時間程度ですね、まあ、学習をしたり活動をしたりすることで資格の更新ができるこの資格の更新って、まあ、少し面倒だと思われる方がいらっしゃるかもしれませんただ FP というのは 常に常に、えー、まあ新しい税制ですとか、えー、新しい金融商品保険商品が販売された、えー、こういう情報を追い求めていく資格なんですね、えー、ですから、えー、2年ごとに更新をすることによって最新の情報をキャッチアップしているそのような FP なんだということで、えー、顧客に対する信頼性が、えー、非常にアップする、えー、というメリットもあります ですから、まあ F.P. の資格を生かしてですね、もうバリバリに仕事をしたいんだという方は、民間の A.F.P. そして C.F.P. 資格こちらの方をお勧めしたいとは思います。ただ、日本 F.P. 協会にまあ入会するという形になりますので、入会金ですとか年会費などのコストもかかるそのような資格になっております。 えーまあ、FP 資格取得の流れということですけれども、えーまあ、FP に関する実務経験がないという場合ですね、えー、AFP 認定研修レックの講座を受講していただくことで、えー、それを終了すれば2級 FP、えー、受験することができます。 また最初に3級 FP 技能検定を受験して合格すれば2級 FP 技能検定を受験することができます。または2年以上の実務経験で2級を受験するということもできます。で例えば3級 FP 技能検定を受験して2級 FP を受験した方まだ認定研修受けてないですよね。で2級 FP 合格後 認定研修を受講することによって、えー、そして、えー、2級合格と認定研修の終了この2つの要件が揃いますので AFP に登録をするということもできます。で、えーまあ、AFP の資格を取得すると、えー、CFP を受験することができます。で、えー、CFP の、えーまあ、合格をした方は合格をした方は 実は一級 FP 技能検定の学科試験が免除になるという特典があるんですね。ですから CFP 合格をして一級 FP の実技試験だけ受験して合格をすれば一級 FP 技能士の資格を取得することができる。ここでまあ CFP と一級 FP ダブルライセンスで活躍するという方法もあります。 でえー、まあ3級ですとか2級そして CFP1 級のまあどのくらいの水準なのかということですけれども、えー、3級 FP 技能士これはえまあ初級 FP ですので、えー、まあ FP に関する、えー、つまりお金回りのことがえなんとなく分かるで、えー、まあ生活に、えー、自分の生活にその知識を生かすことができる、えー、このような水準です。 で2級 FP 技能士そして AFP になりますとその資格を仕事ででかすことができるまた自分のライフプランに対してもより精密にですね将来の資金計画などの設計をすることができるですから仕事で FP を使うという方はぜひ2級 FP または AFP までの取得をおすすめしたいと思います。 えー、CFP そして一級 FP 技能士は、えー、これはもう FP ののの最高峰の上級の資格です、えー、もう仕事で本当にバリバリに活躍したいという方は、えー、やはり、えー、CFP そして一級 FP 技能士、えー、まで取得を、えー、おすすめしたいと思います、はいえー。FP の資格制度はこのような形になっております。 えー、それではレジジメの4ページを開いていてただけますでしょうか、えー、FP になるにはということで、えー、じゃあ FP で勉強する内容はどういったことを勉強するのかということですけれども、えー、一言で言いますと、えー、お金に関するすべてお金の周りのすべてを勉強する、えー、これが FP の資格です。 お金回りのすべてというのは非常に範囲が広いですので学習にあたっては六科目に分けて学習をしていきます金融資産運用不動産ライフプランニングと資金計画リスク管理タックスプランニングそして相続事業承継この六科目ですまた FP の試験でもこの科目ごとに受験 出題出題されていきますで、この6科目の、えー、まあ、右上のライフプランニングと試験計画、えー、これが一番 FP っぽい科目です、えー、まずこの科目では、えー、ライフプランニングの手法について学習をします、えー、例えばキャッシュフロー表ですとか個人バランスシートですとか、えー、そういうツールを使って その顧客に対して顧客の状況を分析していくキャッシュフロー表というのはその家計のま将来の予想も含めてお金の流れがわかるというものです例えばその方まある程度収入があってですねこれからマイホームを購入したいと考えている で、えーまあ、一般的には住宅ローンを組んでマイホームを購入する、えー、住宅ローンを組んでマイホームを購入することはできたかもしれないですけれども、えー、住宅ローンというのは、えーまあ、いわば借金ですね返済をしていいいいかないといけなとけ、えー、毎月毎月住宅ローンの返済をしてで、えー、まあ子どもがいれば子どもの教育費、えー、そして自分たちの老後資産も考えなくてはいけない。 えー、そういった中で、えー、マイフあの住宅ローンの返済きちんとできるんだろうかうち、えー、を買ったのはいいんだけれども自分たちの老後はどうやっていくんだろうか、えー、そのような分析をしていきます。で、えー、この「ライフプランニングと資金計画」の科目では、えー、これ以外に、えー、国の社会保険制度についても学習をしていきます。 えー、例えば健康保険ですとか雇用保険ですとか、えー、それから公的年金制度などです。で、こういった国の社会保険制度というのは、えー、まあ私たちが経済的に困ったという状態になった時、えー、まああの最小限いろいろな給付をしてそれを助けていくという制度です。で、さまざまな非常にいい制度仕組みではあるんですけれども。 ただ自分から請求しななないいいとととその給付金りりを受け取ることができないという側面もあります健康保険ではどのような給付があるのかまた公的年金制度についても自分が何歳からどのような年金を受け取ることができるのかこのようなことを学習していきます。でライフプランニングと資金計画の科目で将来にわたって計画を立てていく。 ただその計画がまあ万が一のことがあったらどうするか、えー、リスク管理の科目で、えー、まあ保険に加入するで万が一に備える、えー、ということですね。えー、リスク管理では、えー、生命保険損害保険、えー、それから医療保険などの保険について、えー、その保険とはどういうものか。 保険制度はどうなっているのか、えー、個々の保険商品はどういう商品なのかということを学習します、えー、まあ3級であれば、えー、その個々の保険商品どういう時にどういう保険に加入したらいいのかということがわかる二、えー、級まで学習をしていただきますと、えー、自分にぴったりの、えー、保険、えー、を、えー、きちんと選ぶことができる、えー、また親しい方に 様々な保険の説明をすることができるこのようなレベルですねで左上の金融資産運用この金融の科目はまさに投資運用に関する科目ですで金融商品には様々あります普通預金ですとか定期預金これは安全性が高い商品 で一方株式ですとか投資信託これは収益性が高い商品ですで、まあ、老後にわたって資産形成をしていくまあ預貯金というのは今金利が非常に低いですよね。ですから預貯金だけで自分の老後資産を形成するというのはかなり難しいんです。やはりある程度投資運用していかなくてはいけない。 じゃあ株式でで運運用する投資新宅で運用する。えば、ー、今話題の NISA、えー、これもえ株式ですとか株式投資信託で運用していこうという制度ですよね。えー、でももリリターンが大きい分リスクもあります、えー、そういったリスクについても知っておかないと、えー、元本保証がありませんから、えー、投資をしたつもりが損をしてしまったということにもなりかねないんです。 このようなさまざまな金融商品の仕組みリターンとリスクこういったことを学習するとともにやはり金融商品の選択というのは自分のライフプランにぴったりの金融商品を選択するこれがまず一つですけれどもその時の経済情勢によってどの金融商品を選択したらいいかというのは異なります。 えですから金融の科目では、えー、その時の景気経済を見ていくさまざまな指標なども学習をしていきます。FP の勉強したので、えー、ちょっと難しい経済史が分かるようになったまたはテレビの経済関係のニュースもよく分かるようになった、えー、そのようにおっしゃる方も多いんです。えー、そして、えー、タックスプランニンニグ これは税金に関する内容を学習していきます、えー、まあ3級では所得税を中心に2級では所得税住民税そして法人税なども学習をしていきます個人の方であれば収入があれば所得税住民税を支払う必要があるじゃあ所得税はどうやって計算をするのか会社員の方であれば 会社で源泉徴収をして、えー、まあ1年の終わりに年末調整をしてくれます、えー、つまり所得税そして住民税は会社で計算してくれるんですね、えー、ですから意外と所得税の計算の方法も知らないという方も多いんです、えー、でもそれをえー知っておけば、えー、会社で年末調整が終わっても後から自分で確定申告をすることはできます またご自分で何か商売をしているですとかそういう方は確定申告はは必ずしななくていいけない確定申告をすることによってもし払い過ぎている税金があったらその還付を受けることができる。またこのタックスプランニングでは例えばふるさと納税の仕組みですとかそれから医療費控除の仕組み。 えー、このような、えー、上手に節税ししてていいいこうというと知識なども学習をしていきます、えー、そして不動産の科目ですけれども、えー、これはまさに不動産の見方ですね不動産投機とはどうなのか不動産の価格の考え方はどうするのか、えー、または、えー、建築基準法の規制はどうなっているのか、えー、マイホームを購入するというのは 一生の夢であるという方も多いです、えー、まあ大抵の方は生涯一度のことですね、えー、その時にさまざまなそういう不動産に関する知識を持っておくということは非常に重要です、えー、また FP ですので不動産にまつわる税金のことについても学習をします、えー、不動産は例えば取得をしたとき不動産取得税を支払う、えー、不動産を保有している間 固定資産税などを支払う不動産を売却した時も利益があれば課税の対象になりますそういった税金のことこういう税金の知識もあれば例えば不動産を売却したという時にそれが自分の住んでいるうちであれば様々な特例があってで税金を軽減することができるんですね。 えー、まあえー、そういう生活の中でも結構使うことがある、えー、そのような知識です、えー、そして相続事業承継、えー、これは相続に関する内容です、えー、まあ、相続は、えー、まあ、民法で定められた、えー、亡くなった方非相続人と言いますけれどもその財産を承継していく えー、承継できる相続人は誰かというのは民法で決められています。えー、そして相続税を計算する、えー、相続ってまあ,あの少なくとも生涯に2回は相続に遭遇すると言われてます。けれども、も、えー、そんなにしょっちゅうあることではありませんので、えー、相続について意外と知識がないという方が多いです。でえー、まあ、相続税の対象になったら。 その方は亡くなってからというのは相続税対策というのはほとんどできることはないんですね、えー、ですからその方が生前のうちに相続税対策をきちんとしておくことで相続人の方が困ることがないようにまた相続ってお金のことですので争いが起きてしまうということもあります、えー、まあ争いである相続にならないように えー、そういった相続対策もきちんとしておく、えー、このような相続にま,まつわる知識も学習することができます。で、えー、ま FP 資格が他の資格と全く違うというのはこの6科目、えー、いずれも、えー、まあ,あの普通の生活の中で日常生活の中で もうすぐにでも役立つ知識を学習するということなんですねですから皆さんも FP の講義を聞いていただくたびにあこれはすぐに生活の中で使えるという知識が非常に多いですで、そのような知識をま存分に生活で生かしていただいて学習を進めていくそれも FP 資格合格のための非常に有効な方法です はい、えー、それでは5ページを開いていただけますでしょうか。えー、fp 試験の概要についいいいててお話をしていきたいと思いますで、えー、まあ、えー、ここに2級 FP2、えー、級 f 試験の概要とありますけれども、えー、2級試験そして3級 FP 試験も、えー、いずれも学科試験実技試験、えー、この2つに分かれております。で えー、学科と実技は別々に合否が判定されます。で、えー、学科と実技両方合格して初めて二級 FP 技能士、えー、並びに三級 FP 技能士になることができる。で、えー、まあ二級 FP では学科試験は二時間百二十分、えー、そして実技試験は九十分一時間半ですね。で、えー、学科試験については四試択一。 マークシート方式です実技試験については記述式なんですま記述式ってちょっと不安に思われる方も多いかもしれませんただ論述式ではありませんですから四種卓一の問題の正解の選択肢の番号を回答用紙に書くですとか計算問題なんかも多く出題されます計算をしてその答えの数字を回答用紙に書く このような記述式です。で試験は二級 FP それから三級 FP もまあ毎年三回ですね。一月五月九月の三回になります。そして学科試験も実技試験も六割の正解で合格となっております。これは三級も同じです。 え6割の正解でで合格とといいうこはは競争試験ではないんですねえね、ー、DEC の講座で学習された皆さんがえ全員え学科試験実技試験6割以上得点をすればレ e c の中での合格率は100%になる、えー、このような試験なんです。えー、でまあ2級の合格率はと言いますと。 え5ページの真ん中辺にえ2級試験合格率の推移というえまあグラフがありますけれどもえ学科試験と実技試験別々の判定ですのでまあ6割の正解ということでえその時によってえまあ多少難しい問題がえ1問2問と出たあと。 えー、そういう時は合格率が下がります。えー、合格率にばらつきがあります。えー、だいたいまあ学科試験で、えー、合格率が40%前後、えー、実技試験で合格率が60%前後、このくらいの合格率です。で、えー、学科試験実技試験両方受けて両方合格した方、えー、まあ30%台。 えー、その時によって、えー、40%程度、このくらいの合格率になっています。えー、ですから、えー、まあ受験をした方、3人に1人は合格する、えー、そのくらいの試験になっております。で、えー、まあ FP の試験では。 個人の方が日常生活でより経済的に安心して生活するためにはどういう知識が必要なのかそういう観点で出題されるんですね。ですからちょっとした言葉の矢で丸×というようないわゆる難問ですとか鬼門重箱の隅をつつくような問題そのような問題はあまり出題されません。それよりも きちんと時間を取って学習をした方、えー、そういう方が合格をすることができるそのような試験です、えー、基本的に落とすための試験ではなく、えー、受かるための試験、えー、になります、えー、ですからぜひ、えー、レックの講座を、えー、十分に活用してですねで、えー、例えばお仕事が忙しいという方は時間を取るということが難しいかもしれません えでも隙間時間を、えー、活用するですとか、えー、まあお休みの日にまとめて勉強するですとか、えー、通勤時間に勉強するですとか、えー、そういうそのように工夫をして十分時間を取って学習をして試験に臨んでいただきたいと思います。で、えー、まあ学科試験は、えー、まあ四択の文章題六十問出題されますけれども。 各科目10問ずつ均等に出題されますこれは FP に関する知識が必要です実技試験についてはより実技っぽい問題ですからライフプランニングの観点から問題が出題されるそれとまあ実技ですので例えば厳選聴取票の読み取りですとか保険証券の読み取りですとか えー、そういった問題原表の読み取り問題なども出題されます、えー、ただ、えー、まあ、そのような出題形式ではあるんですけれども聞かれている内容は、えー、学科試験の知識があれば十分に対応できる、えー、そのような試験ですで、えー、レジュメの5ページの下の方 AFP 認定研修とはとありますけれども え先ほど認定研修、まあ、レックの講座ですね、えー、これを終了することによって、えー、2級 f p の受験要件にもなるし AFP に登録をするための要件にもなるということをお話をしました。で、えー、まあ認定研修の終了というのは、えー、提案書というものを作成してそれを提出合格することによって認定研修は終了します。 提案書って何かと言いますとこれは、えー、実務家ののの fp にととっての商売道具もも言えるものです、えー、顧客の方にさまざまなアドバイスをする、えー、顧客のデータを集めてそれを分析してプランニングへのご提案をする。 その時にもちろん口頭で,色々説明しますでもそれだけではなくレポートのような形できちんと提案書を作成してそれをお渡しをするということが多いんですね。でその提案書をこの講座では作っていただく提案書を合格することによって認定研修が終了になります。提案書の作成は決して簡単ではありません。 ただレックの講座では講座に提案書講義というコマがあります。そして非常に詳細に説明がある提案書アドバイザーというテキストを用います。初学の方でも十分に提案書を作成していただけることと思います。はいそれでは六ページを開いていただけますでしょうか。まあ FP のこれからということですけれども。 えー、まああの金融機関にお勤めの方またはこれから就職を考えているというような方は FP 資格はもう必須の資格になっています。えー、ぜひ、えー、まあ早めに FP 資格、えー、取得していただければと思います。で FP の資格を仕事に生かしている方、えー、そのような企業内 FP の方もいますし、えー、独立系 FP と呼ばれる方もいます。 でもう一つ、えーまあ、少なくとも今のところは FP 資格を仕事に使う予定はないただ自分のために、えー、そういった FP に関することを勉強したいんだという FP 自分のための FP と言っていますけれどもそういう方もいらっしゃるんですね。でまず自分のために勉強するということで FP 資格を取得しても まあ当然あの履歴書に、えー、まあ堂々とと記載すすることができますそれをもって関連する企業に勤める企業内 FP として活躍、えー、して経験を積むことによって、えー、将来は独立を目指すこともできる、えー、このように、えー、まあどんな方ででも FP という知識は必要です、えー、そして、えー、まあ将来独立をしたり一生涯の知識として活用することができる。 このように奥行きのある資格これが fp としての魅力だと思いますでえまあ独立をして fp をするという時に fp 資格だけではなく例えば税理士資格ですとか社会保険労務士資格 あとは宅建士ですとか、まあ、行政書士ですとかこのような資格をダブル,トリ,ルトリプルライセンスで取得することによってより仕事の幅を広げることができるということもできます、はい、それでは7ページを開いていただけますでしょうか時代が f p を求めているなんて書いてありますけれども 今まさに本当にもう FP ととといいいう資資格格必要とされている資格だと思います将来に対するさまざまな不安がある経済的な不安があるという方自分で自分のライフプランをきちんと考えたいという方またはそのような方にさまざまアドバイスをしたいという方是非 FP 資格に興味を持った今ですね もうすぐ fp 資格の取得をしていただいて学習を始めて早めに fp 資格を取得して fp として活躍をしていただきたいと思いますぜひ私たちと一緒に頑張っていきましょうはいそれでは今日私の方からは以上で終わりにしたいと思います皆さんお疲れ様でした